ごい。パンパン食べれますよ、これ。アップン。わお。さかなクンから連絡を受けまして。あ、はい、どうも。はい。あら、わざわざ。お忙しいのにありがとうございます。いつもの格好ではございませんか。ありがとうございます。恐縮です。今日ですね。どうしたんですか。私が地元の立山市で大変お世話になっております漁師様から、はい、すギョいお魚ちゃんをいただいたんです。すギョいお魚ちゃんを、はい、すギョいお魚ちゃんをいただきました。そのお魚とは非常に不思議な姿をした不思議、はい、なかなか出会えないお魚ですね。古代魚と言っていいんじゃないですか。古代魚、古代魚、ギリシャ神話の怪物キメラにちなんで、キメラ、はい、学名もキマエラファンタスマという幻想的な怪物キメラっていう。では行きます。せーの、こちらです。おお、はい、ギンザメちゃんです。ライオンの頭にヤギの胴体、蛇の尻尾を持つ怪物キメラにちなんで。うわ、すげえ。なんすかこれ。すげえ。顔がすギョいですよね。手術の後みたいな。あ、すごいですね。お魚ちゃん版のブラックジャックみたいな。ブラックジャック様みたいな。ですよね。はい。でもサメの仲間よりもさらに原始的な魚と言われてまして、サメちゃん、エイちゃんの仲間って軟骨魚類っていう柔らかい骨の魚なんですけど、同じく軟骨魚類の学術的な前頭類っていう、すべて頭って書いて前頭類っていう仲間にこのギンザメちゃん。今、ギラちゃんが持ってくださったこの背びれ、はい、通常サメの背びれっていうのはこうそびえ立ってる感じで、はい、ほとんど動かないですね。ギンザメちゃんのこの第一背びれっていうのは、はい、ここのお肉に溝があって、ちゃんとこう収納できちゃう。あ、ほんとだ、収納できちゃうんですよ。あ、出てきた。プニプニですよね、こう。へぇ、これがサメちゃんとの大きな違いの一つとも言われてます。可動式の背びれで、海の中ではこの大きな胸びれをこうやって羽ばたかせるようにパサーパサーと、そして泳ぐという水の中を飛んでるように。はい、深い海に暮らしてますので大きな目、あ、より多くの光を取り込めるようにだと思うんですが、はい、でここにサメでいうロレンチーニ器官っていうのと同じだと思うんですけど、動物が出す電気を感じ取る、はいはい、ここを押すと、電気受容体とか。うわあ、すごい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 、すごい出てきますね。不思議。そうですね。あ、歯がすごい。歯がすごいですよ。はい、うん、もう触っていただくとカッチカチ。あ、すごい音なって。あ、本当だ。カッチカチ音が。すごいのこういただきましたね。いや、そうなんですよ。いつも小金丸の皆様には大変お世話になってます。さばいてきましたね。食べましょう。少しだけ刺身にもしてみて、はい、あとお鍋にも、はい、来た時にもう揃ってると思って、もうビビりました。いや、ありがとうございます。よっしゃ、さばいてくれ。はい、よろしくお願いします。小金丸様、ありがとうございます。では失礼します。お腹大きい。わっしょ、わあ、なんかこれは卵魚が、卵魚が出てきたんです。卵魚。卵魚。卵魚。それもお鍋の中に入れられる。そうですね。ぜひとも、はい。ええ。まず失礼します。おお。そうですね。タチウオみたいですね。確かに細くて銀色な感じは。なんかすごい似てる。うん。あ、柔らか。柔らかいですか。うん、柔らかいですね。軟骨なんですよね。軟骨で、で普通のお魚ってこういう骨がないので、はい、はい、脊椎の真ん中の部分しかないので、なんかさばきにくい。ザンザン、真っ白。おお。真っ白ですね。いやー、真っ白。なんか高級感がある色ですね、やっぱ。そうですね。色鮮やかな。簡単に切れます。軟骨魚類なんてもう輪切りがとっても楽ですね。はあ、すごいいい意味で衝撃です。普通食べれないですよ。そうですね、ギンザメちゃんなかなかそう取れるお魚じゃないですので、
定置網だと年に何匹かなのかなっていう。へえ、エラとかもなんか食べれそうじゃないですか。ここはですね、実はですね、ちょっと研究に使いたくて。はい、さすが。そうなんです。さすがです。いや、キンザメちゃんの刺身はレアですね。できた。キンザメちゃんのお刺身できました。どうでしょうか。美味しいでしょうかね。とっても、いや、絶対美味しいと思いますよ。実はもう一匹いたんですね。小金丸様、ありがとうございます。そんなに取れるもんなんですか。奇跡ですよね。奇跡ですよ。すごい、すごい。2匹目はもうぶち切りで鍋に入れましょう。すごい、豪快。豪快。相当食べれますよ、これ。相当ですね。いや、もう小金丸様、ありがとうございます。では、ギザビちゃん入れます。うわ、でかいしよ。いや、すげえ、でっけえ。でかっ。銀だらちゃんじゃなく、銀ザメちゃんです。すごい、柔らかいんだ。いや、もう寄りましょう。縮んでいく、縮んでいく、縮んでいく。これがチリチリ縮むので、チリ鍋って言うんですよね。身がチリチリ縮まるので、てっちりとか。てっちり。ね、たらチリとか。ああ、すごい、すごい、すごい。ああ、ウィーン、ウィーン。美味しそう。卵です。ああ、出てきた。あらま、いい出汁が出るじゃないですか。出汁ですね。ああ、楽しみだな。嬉しいですね。みんなで食べれる、嬉しい。すごいですね、ほんと。それでは、蓋開け、蓋開けです。オープンさせていただきます。オープン。ギャーギャーギャー。わお。わお。わー、なんか澄んでる。美味しそうですね。スープが透き通ってますね。透き通ってる。すごい。最高にいい香りです。この辺の身なんかふっくらんでますよ、もう。ふっくらですよ。美味しいです。せーの、いただきま す, きます。人生初の銀ザメちゃん刺身。はい、私も初です。いただきます。はい、あ、すいません。いただきます。うまい。やばい、甘い。おいしい。なにこれ、うまい。甘い、めっちゃおいしい。うまい。やべ、なにこのおいしさ。臭みも全くない。全然ない。魚としてうまい。うんうん。いや、まあ、身の高級感がすごい伝わる味ですよ、これ。高級感。甘い。これだけでもうお皿がもうギョギョです。でけえ。とりあえず溢れそうなんだけど、これでいい。はい。よし、ゲザメちゃん食べましょう。いただきます。いただきます。うわー、湯気が。うわー、いかが。うまい。美味しいですか。タラちゃんみたい。うん、タラだ、これタラ。うまい。超超美味しいタラ。相当うまいよ。本当タラですね。うん、なんじゃこのうまさ。うん、タラより身がプリプリしてて好きです。めっちゃうまい。またこういうお魚ちゃんがもし取れたら、ぜひこうやって料理してみんなでいただきたいですね。本当に美味しいです。うまいですね。いろいろ食べたいです。はい、こう書きました。すごい。小金丸様、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。すごいよ。あともう一匹がこちら。おお。綺麗なお魚なんですよね。記録も取らせていただきました。はあ。小金丸様、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。